马儿要吃草。如果喜欢我的影片，按赞、订阅、加分享。カーライフを通じて、お客様に走る喜びと人生の輝きをお届けしたい。マツダはそんな思いで車作りに挑戦しています。見る人の魂を揺さぶる、生命感をダイナミックに表現するデザインコンセプト、鼓動デザイン。匠の手によって生み出される形と色が鉄の塊に命を吹き込んでいく。心を通わせた馬と騎手のように、ハンドルを切れば気持ちよく曲がり、心地よく加速していく。マツダの人馬一体。そんな車をお届けするため、マツダの工場では、マスクラフトマンシップ、匠の手によるものづくりという考え方で車を作っています。あなたの一台を作る。一台一台を丁寧に、細部まで作り込むという思いで作られ、お客様に届けられるマツダの車。匠の手によって形になっていく車の生産工程、その一つ一つの瞬間を見ていきます。生命感あふれるダイナミックなデザインを味わっていただきたい。たった一つの芸術作品を作ることと、それを量産することは異なる難しさがあります。車に命を吹き込む鼓動デザインを高い精度で量産車で実現することが、生産に携わる匠の使命。一切妥協することなく、匠の手によるものづくりに徹底的に取り組みました。金型を磨く砥石は約1万2000個の試作品から選び抜いたものを採用。その砥石と匠の技により、髪の毛の20分の1の微細さで金型を削ることで、鼓動デザインの美しさを精密に実現しています。ボディの組み立てにおいても、一台一台の細部までこだわっています。0.1 ミリ単位での調整を重ね、寸分のズレもなく、その美しさを表現。機械で精度よく組み立て、さらに匠の手によって一つ一つ微調整され、一台一台最適な組み付けを行っています。たった一つの芸術作品を作ること、そして量産することを一切の妥協なく実現することで、マツダの車が命あるもの、エモーショナルなものになっていきます。カラーも造形の一部である。繊細な光の移ろいによる豊かな生命感を表現する造形と、その造形美を質感高く際立たせるカラー。それを実現するためには、一台一台を手塗りし、起伏のあるボディに均一な厚さで塗装する必要がありました。マツダでは最先端のシミュレーション技術を用いて、匠の動きを物理量に置き換え、塗装を吹き付ける角度、距離を分析、設計。こうして匠の技術を解き明かし、ロボットによる塗装に取り入れることで、匠による手塗りの質感を生み出しています。アクセルを踏んだ時の心地よい加速感で、走る喜びを実現する。安易な妥協はしない。エンジンは車1台ごとに砂型によって製造する方法を採用。レース用エンジンを製造する際にも採用される製法であり、鉄や金型よりも繊細な形状を表現しながら、高い剛性、耐摩耗性を実現。砂型は1台ごとにその役目を終え、
次の型へと形を変え、リユースされています。匠の手によって一つ一つ丁寧に組み上げられ、心地よい加速感を作り上げていきます。カーブを曲がる瞬間の楽しさを感じてほしい。人馬一体の走りを生み出す要素としてさまざまな工夫を行っています。例えば車体とホイールの取り付け角度、走りにこだわり複雑な角度を高精度に調整することでハンドルを切った時の爽快な走りを実現しています。匠の手作業で繊細な領域まで細かい調整をして組み立てていく。こうして組み上がったマツダ車はレーザーによる計測でホイールの角度が狙い通りに仕上がっているかを確認、調整され完成します。ドライバーの意思が車と直結するかのような運転感覚、研ぎ澄まされた人馬一体感はこうして生まれているのです。機械と匠の目、耳、手による幾多の検査を合格し完成した車がお客様のもとへ走り出します。